どうも激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。はい、やってきました、いもきさん。はい、今日はこんなね、どこに来たの今日は。下北沢です。下北ですよ、ですよと、ご飯ですよと。はい、お祭りみたいな、ね、感じになってますけどね。チーズと激辛食べながらはしご酒しようぜというイベントです。で、これパッて見るとね、こんだけいっぱいあるんですよ。はい、いろんな店舗が。そうなんですよ、これ右がチーズで左が激辛と。はい、で、ここの好きな店舗を巡って、なんか激辛料理一つと、ドリンクだ、ドリンクを一つずつ、食べれて飲めて1000円か。はい、なんかこのバンドをね、つけると。はい、せっかくなんでね、今日ね、1万円使い切るまで帰れまてだからね、ゆきちさん1枚使ってね、たらふく激辛料理を食べちゃおうということですよ。大丈夫ですか。すごいですね、1万円企画にかけ始めるなんて。なんでですか。やっぱ風化はちょっと、ね、それやっぱね、ちゃんとね、動画のね、企画に対してね、まあ、してそうですよ、そういうことですよ。はい、そういうことでね、偉くなったもんだ。俺だから、普通に虫は、こうやってね、成長していくんですよ、僕も。はい、はい、ゼニゲバ企画頑張ってください。ゼニゲバじゃないわ。じゃあ早速ね、カメラの電池もやばいんで行きましょうか。はい、1万円使い切るまでね、辛いとか言ってもね、弱音吐けないですからね。ジャンプしてお店までワープしませんか。ジャンプする。そうだね、はい、ジャンプしてワープします。はい、じゃあ行きましょう、せーの、わー、あー、はい、やってきました。第1店舗目か、カミカミだな。ここはね、一心ね、これ中華料理かな。この激辛火吹き鳥と、鳥が火を吹いちゃうと。これ大丈夫ですか。ファイヤーですよねえ。ちょっとね、まあつべこべ言わず、さっさと。今日あれだね、なんか毛根が元気ないね、立ってないから髪の毛が。毛根美チョコ、あんま面白くこの火吹き鳥と、麻婆茄子いきますか。うん、麻婆茄子。あ、これやばい、やばい、これやばい、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 これやばいですよ。これやばくない。やばい、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 匂いだけ麻婆茄子になってきた。やばい、匂いがやばい、これやばい、みんな咳込んでる。強烈すぎる。ちょっとこれ、かゆい。じゃあ早速行きましょうか。はい、いただきます。ジョニーさん、一口いってください。これやばいね、心配になってきた。鼻にすごいから、行きます、行きます。あ、ブートチョロキアだこれ。やば、チョロキアですか。あ、もう来たね、もう来ない。今来たま、あー辛い、はい、あ、来た、麻婆茄子来た。あ、麻婆茄子来ました。これうまそう。どっちが辛いですか。ブートジョロキア、はい、あ、ブートジョロキアだ。なかなか、これやばいね。ちょっと予告してもいいですか。飲み物もう一杯頼んでいいですか。頼みましょう。辛い、そんなに辛い。乳製品。鼻水が出そうになって、鼻水すすろうとするんだけど、鼻水すすった瞬間にブートジョロキアの匂いがドッて入ってくる。最悪だ、これやばいね。マーボー行きましょう。うん、あー美味しい。うまいよこれ。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。めっちゃ美味しい。なんか開けてるね。うん、カリカリする。いいな、美味しい。うん、絶対ご飯と合うこれ。うん、何時までだっけこれ。うん、あー辛い。あー、それ演技ですか。結構本当に辛い系。これ結構リアルに辛い系。うん、今まで食べた企画の中で一番辛かったのはこれ。あ、これがじゃあ今回1位に更新。ブートジョロキアですか。マーボーうまい。マーボーうまいね。1店舗目でこんな手こずったよね。シャリなのよ今日。ちょびちょ、ちょびちょ、ゆきさんの鼻水が、すごいね、刺激臭が。さっきだ、隣のお客さんみんなギョギョ言ってたじゃん。分かる。これは結構それだからバッチリじゃないですか。もちろん。なんかさ、このお店入ってくる時も匂いがね、若干ね、あれなんだろうこの匂いって思ったよ。かゆいって思った。うん、まあ汗かく男、びっちょびちょじゃん。
開始10分でもこのざまですよ。中華料理の店だから辛いんじゃない。うん、まあね、それはあるよね。うん、そっか。でも、喉痛い、喉痛い、喉痛い。残りの麻婆茄子をね、これね、うん、これうまいわ。茄子がサクサクしてる、美味しかった。ごちそうさまで、次の店舗行きましょう。ごちそうさまです。辛さレベルどれぐらいかな、マックス10だとしたら。これ激辛ヒューキロリ8、うん、8ぐらいです。8です。おめでとうございます。辛さレベル8です。激辛ヒューキロリ。じゃあ次の店舗に向かいましょう。はい、せーの。はい、来ました。来ました。ここはブッチャーズバルでしたっけ。はい、はい、あ、じゃあお願いします。はい、はい、来ましたよ、ブッチャーズさんですよ。ちなみにこの牛のたたきってこれなんですかね。なんかブートチョロケみたいなの入ってるんですかね。タバスコソースみたいな。あ、そうですね、デスソースが入ってます。ですですね、ですよ。ごめんなさい、すみません。あ、黒毛和牛、肉寿司あるよ。これあります、ね、まだあります。あります。いいですね。肉寿司10食限定だって。10食限定で。ちなみに激辛ジョニー知ってますか。知らなかった。知らなかったですか。やめろ、そうやって公開処刑するのやめてくれよ。登録者数3000人。おい、言うな。お待たせしました、激辛ホットソースの牛のたたきの。オッケー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 。腰振れ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 。いや、ちょっと腰振れ腰振れ。すごいね、真っ赤っかですよ。はい、いただきます。いただきます。はい、すごいね。これなんていうの、レアだっけ。これレアっていうんだっけ、この半生状態。美味しそう。うまそうですね。いただきます。うん、美味しい美味しい。あれ、芋吉さん、もっといくのね。肉美味しいから。美味しいよね。あれ、味覚がバカになっちゃったみたいですか。味覚がおかしくなってきたんですか、お二人とも。うまいうまい。ソースついたお肉食べるなんて考えられない。うん、この辛さレベルは3。3ですね。はい、肉寿司しました。肉寿司でございます。すごい。上に乗っているのがオリーブの醤油漬けです。絶対美味しい。お召し上がりです。はい、いただきます。ドドドドドド、美味しい。美味しい。幸せの味がしよう。回復しましたね、さっきの辛さが。いや、なんか甘いね、このお肉が。甘い。次の店舗にワープしましょう。はい、やってきました、3店舗目ですね。ここは何だっけ。適当か。これですね、下北シュリンプさんですね。そうです、下北シュリンプさんの激辛混ぜそばがターゲットになってますんで。はい、激辛混ぜそば一つと、エビ三種食べ比べ。すごい、調味料が充実してる。エビ昆布酢、おお、エビ塩、エビラー油。楽しみに待ちましょう。お、来ました、混ぜそば。うわ、美味しそう、普通に。うん、わかりますかね、これね。これ、混ぜましょうか。下からよくかき混ぜ、あ、見て、下に辛そうな、辛そうなスパイシーな感じが。いただきます。うん、うまい。美味しい。うん、いい食感出してますわ。これエビラー油ですね。これ加えちゃうと、激辛ジョニーは辛さレベル、辛さレベル3ぐらいじゃないですか。いただきます。うん、大丈夫です、食べなくて大丈夫です。どうせ後でパフェとか食べるでしょ、甘いもん。チョコとか。こちら失礼します。お塩で召し上がってください。はい、うわ、うまそう。これ天使のエビだって。天使のエビ、エンジェルですよ。これうまそう。ヘッドショットします。ほら、こんなにいいんですか。贅沢ですね。いただきます。エビさん、こんにちは。美味しそう。うん、
うまっ。エビ塩がすごい。エビ塩もっとかけてもいいかも。もっとかけた方がいい、うん、これうまいよ。いただきます。うまくない？エビゾリしそうでしょ。うん、いい味出してますね。出してますね。いいですね。のぶしろですね。ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど。うん、プリプリパラダイスですな。うまい。うん、ジョニーの唇のようにプリプリですよ、このエビも。なんちゅう顔してんだよ、本当に。あの資生堂からオファー来たんで。資生堂に風評被害が。あ、うまいでもうまい。資生堂だから抜きにして、本当にうまい。資生堂抜きにしてうまいってなんやろ。うん、おいしいわ。ワープしてください。はい、じゃあワープしましょう。せーの。おい、はい、ゲップでした。チキンチリロースト一つと、その、あ、デザート的な感じがドライフルーツでしたっけ。そう。じゃあドライフルーツ。お、来たかな。お、来まーす。来たー。あ、来ました。これ何でした。うお、赤鬼、青鬼ですよ。ちゃんと赤い唐辛子と青い唐辛子があると。すごいね。鬼ですよ、鬼。いいですね、この店内はこのムーディーな感じですよ。いいですね。ちょっと大人のディナータイムって感じですね。いただきます。いただきます。タンドリーチキンみたいな。うん、おいしい。カメラワークがエロいな。おいしい、おいしい、おいしい。うん、近いわ。そんな近く撮る必要あるか。辛さレベルはこの唐辛子ちょっと読んだ。ヒゲ取んな。おい、どこ撮ってんだよ。はい、いかがでしたでしょうか。今回は下北沢の、チーズと激辛はしご酒、はい、このイベントに参加してきましたけども、どうでしたか、いもきさん。一番辛かったのどこでしたか。1店舗目の一心、一心さん、一心さん、皮膚気取り、匂いがもうかゆい。あれ辛かったですよね。あれが一番、確かにあれが一番辛かったです。でもどの店舗もね、美味しく食べれました。今回ね、この企画に関してはね、リスナーさんからのね、リクエストまああったんでね、あのぜひですね、そういったこんな感じのイベントがね、もし発見したよっていうのがあればね、ぜひですね、ジョニーまでね、教えていただければと思いますね。まあ、こういった1万円企画いいですよね。初めてやったんですけど、またやりましょう。またやりましょう。スパチャをね、還元しなきゃ。今回出演していただいたいもきさんのツイッターは概要欄に貼っておきますんで、フォローお願いします。あと、もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もだいぶ飲んじまった。今回ちょっと録画ボタン押すの忘れちゃった。おい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとりねっとりボタンはここだよ。オッ
OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、